させる。バラリーが落ちるなよ。落ちるな。くそー、下げた、ごめんなさい。うるせえ、うるせえ、すごい治療が元気だな。ボーン対策してよかった。レコーディングの時もそれぐらい声出してくれたかったな。そんなこと言ったらあかんのに。半分大丈夫ですよ。何がな、半分でも大丈夫。もう笑ってるやん。めっちゃ半笑いめっちゃ嬉しい。語彙力。お手洗い行ってきます。めっちゃ嬉しい。いらっしゃいです。さっき4倍やったけど、今回はたさこの8分の1やったしな。8分の1すごいな、割合が。ケーキみたいになってるやん。ちゃんとね、ハットちょうどいい1人分だ。ホールケーキみたいな、ハーフ&ハーフみたいな。あ、いや、静かにやってるけどね、今日ね。静かにやってるけどね、関係ないんよ。散々うるさいって言われてる。早くなるわけない。いや、そう、俺でもそれ感じた。なんかでも、なんていうんかな、その、なんやろ、落ち着いていられるようにはなったね、ついに。ああ、以前よりは。以前よりかは。以前は本当に何食らっても一喜一憂してたから。でもまだこ、あ、今ここでここ食らったってことは、後ろにまだ何人いるみたいなのを見れるようになったから。おー。でも大体後ろに1人か2人やろ。そう、大体2人ぐらい。いて2人。でもここでずっと走ってたらノラとか結構勝てません？あ、ノラはね、そう、ちょこちょこ勝てるようになりましたね。でですね、そう、やっぱり皆さん早いから。てか何より参加型して、あ、ドベが全然ないっすね。ああ、いいっすね。成長、もちろん、あの、初心者歓迎にしてるんで、初心者の方もいらっしゃるんですけれども、うんうん、その、あの、上位を取る率がすごく上がってきたなっていう実感はありますね。伊豆さん戻られた。僕戻ってなくてスタートしたら結構怖いですけどね。怖いな、ブルイってくるんじゃない。そう、何か起きてる。お、マリトサーキット選んでんのセンスいいな。ありがとうございます。そうなんよ。ヨッシーアイランドもセンスがいい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。タララッタッタララッ、 こういうのがあかんね。いや、そうなんです。反省が早い。自分で処理する。反省は早いけど、咀嚼が足りていい。そういうのは大丈夫でしょ。全然いいのに。一番ダメなんだから。お？これは？これは？ああ、うん。ここはね、ツルツルツイスターなんだよね。はい。滑んねん。なんとなく覚えて、あ、そうそうそう、これ慎太郎くんが練習してたこの間。正解です。おお、よく見てらっしゃる。そうなのよ、で研究しようと。でもあまりにも実力差がありすぎて研究にならへんっていう。ビール酒飲んでる。入ったね今。しかも今酒飲まへんのに。そうなんだ。そうだわ。そうだわ。そうっすよね。おまじさん、シラフであんなテンション高かったんですよ、この前。そうなんです。今めちゃめちゃ抑えてますから、もう。てっきり飲まれる方かと思ってました。そうなんですよ。お酒一滴も飲めないんですよね。へえ。もう一滴舐めた瞬間にもうほんまにもう体中真っ赤くなるんですよ。へえ。結構飲んでましたけどね、打ち上げ。打ち上げはマジでやりすぎた。あれ、飲んでたっけ。飲んではいたんですか。飲んでましたよ、あの、あっ、来た。そうそう、ビール3缶と氷結1缶飲んでたから。いや、飲んでるな。じゃないですか。割と飲んでる。飲めない人からすればだいぶ飲んでる。すごいね。相当飲んだ。ライブ会場のハイボールは濃かった。めっちゃ濃かったよね。めっちゃ濃かった。バーカのやつ。まあそうでしょ。オマージュ飲めんっつって半ぶり半分半ぶり？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 半ぶりさん？半ぶりさん？半ぶりさん？綺麗に話の腰折れた。終わったな今のな。自分で終わったと思った今。
こんばんは、S会でイズと申します。サマリオカートの実況動画上げてます。僕半年前ぐらいに引用リツイートで女性が激しくトランポリンエクササイズしてる動画をリツイートして、ね、空耳でサントスさんって聞こえるわらわらわらみたいなツイートしたんですけど、多分その形式のジムからチラシが来てたんで、サントスさん連れて一緒に行こうと思います。よろしくお願いします。行くわよ。行くわよ。見たなそれ。はい、こんばんは、ガミです。今日は原産が村立てでピンクもネロちゃんだしで、もう今日は原村ですね。頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゲーム実況者の工藤です。昨日2年前のアモアスの動画を初めて見てですね、サントスさんとかいらっしゃったんですけど、はいはいはい、スケルドの時代ってこういう風にやってたんだっていうのがなんか逆に新鮮で今見漁ってます。なんか面白いなって教えてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ゲーム実況者の慎太郎です。そうですね、多分僕の2年前のアモアス動画とかは多分基本的に気が狂ってるやつが多いんで、あまり見ないことをお勧めします。お願いします。お願いします。はい、あたたこです。今日赤です。なんか僕がパチンカスになったと変更報道があったようですけど、基本的には誘われないといかないので全然安心してください。まだまだ行けます。よろしくお願いします。まだまだ行けます。何るの。お願いします。はい、おばんでサントスです。伊豆さんの言ってたトランポリン動画について、サントスさん表現ですけども、実際はサイドトゥーサイドで横に反復するって意味で言ってるんですけども、今日私の名前読むときに頑張ってサントスさん聞こえるようにサイドトゥーサイドって言ってもらっても大丈夫で反応します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。倉高橋です。問題です。この中で源さんが一番最初のものがあります。何でしょう。髪の毛の交代、交代。それもそうかもしれませんが、高田村参戦した日一番最初は源さん。お願いします。お願いします。ちなみに慎太郎はこのメンバーだと2人目だな。そっからデータ持ってきてるんだ。調べてるんで最近。調べてるんで。データオタク。はい、皆さんこんばんは、伊豆です。高田さん不在、高田村楽しんでいきましょう。固定コメント。コメント。そしてこれね、知らない人多いと思うんですけれども、実は昨日深夜3時からねカラオケ行ってまして、しかも誰かとね、まあ、バレてるから言うけど、メイヤさんとねカラオケに行っておりまして、ツイートせずにツイキャス撮ろうぜっつって二人でね、ツイートせずにこっそりツイキャスでカラオケっていうことでね、まあ俺とメイヤさん家が近いんですよ。深夜3時からカラオケ行ける仲やからね。はい、まあそりゃそうですよ。皆さん思い返してください。俺が初めて関東に来た時にメイヤさんとカラオケ配信したじゃないですか。あんな時間に23時とかにね。そりゃそうですよ。そりゃ神奈川県にいます。そらね、そら神奈川県にいますよ。ある程度の距離ね、近いんで、メイヤさんと。まあそういう感じです。よし、じゃあ、今日は頑張りますっていうのと。ちなみに、ゲンさんは、第1回開催、高田村の初期、完全開催初期メンバー。高田村ってなんか成り出したのか。なってないと思います。そう、いつからなのか、なんかあんまりパチピンときてなくて。うん、あ、でもまあ、高田さんが主催した初回の村。うん。なんか最初の方から別の村とかでも高田さんとご一緒してた記憶は、うんうん、ある、ね、うん、高田さんが主催を始めた日。なるほど、そういうカウントね。なんやそれ。あらら、みんな危ない。あらららららら、やばい、危ない。あ、待って、食らうてんかった。ふぅ、あ、いけんかった。8。あ、知らない、今の知らないコース取り。え、誰これ1位。富士宮。富士宮強くね。強いんだよさっきから。なんか詳しく走ってて。いや、やってないんじゃないの。強いね。と強い。何も言い返せねえ。しかもめちゃくちゃ綺麗に僕イニング当てられて2位から7位で。ざまねえな。
容赦なくミューパー選んできやがる。ちゃんと点取り。違う違う、無意識無意識。勝ちたいんだね、ナミさんね。勝ちないよね。負けづらいところかっこいいと思うよ。何選ぶのが正解だよ。わかるよ、ナミさん。やっぱ成田勢としてね、勝ちたいもんね。処理差が出へんとベビーパークもなんか文句くるし。はい、オタクの早口出てる。あ、よかった、来た、来た。おめでとう。よかったね。よかったね。さっきね、割り下で勝てなかったから、今回頑張ろうね。ゆずちゃん、よかったね。聞いてる、聞いてる。いや、ちゃんと聞いてます、これ。ボディーブローのように入ってますよ。聞いててね、あの、加担しない人はちゃんと加担せえへんのやなって思って。ヘイト管理がね。ヘイト管理をしてるやつ何人かいたなって。下から見てるのが一番おもろいからね。でも慎太郎は割下で合わせた、うん、まあまあまあ俺多分伊豆さんのあの四角に入らへんから無敵やもん。なるほどね、マリカ中の話ね。そうその点で俺まずいです。つまれ、おおつまれ、俺向かってくるんだ。当たんないか、終わった、終了です。ざまあ見ろ。なあ、じゃあ、誰だ、よし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 、慎太郎が刺さってって。ごめん、行ってく、行ってやってくださいよ、慎太郎さん。最悪や。最悪や、なんか。最悪や、もう。伊豆さん、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 何があったんだ。もう無理だ。あれあれ、陥落したぞ。無理だ。伊豆さん、メンタルがいかれてもうてますよ、もう。6個ぐらい飛んでくるし。落ちたな、今。無理だ。今まで聞いたことない声してるじゃん。ちょっとかわいそうになってきた。かわいい。伊豆さん、どこがいい？合わせます。ないね。めんどくさ。いやいやいや、何を生きがってんの、赤目だっていうメッセージ。生きがってないだろ、別に。お前には何もされてねえよ、赤目だ。生きがってないもん。かわいそうに。苦しんどる。苦しんでるよ、これ。苦しんでるな、いつも。普通に、普通に苦しんで終わってます、今のと。特になんか変なことすることもなく。サンでも序盤まで良かったのにな。サンダーとトゲで崩れた。あのラグ押しはかわいそうで終わった。いろいろ変わってきましたね、あとから。まあ、で、最後の最後、適当に投げたボムがリンゴさんにだけ当たりました。あ、あれ、伊豆さんだったんだ。伊豆さんでも俺が初等科行くときに緑ボーラー狙ってきた。え？いつ？最後の初等科のときに気づかなりましたよ。すごすぎ、うん、私も乗って、なんだこのヨガ、まずすぎ、いや、もう、ま、もう、お願い、お願い、お願い、危な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 い、かわされたか、最後、危ない、最悪や、目の前が落ちた、ブリさんが、は？目の前で落ちたもん。なんか分からんけど、ステイ悪くなっちゃうもん。ほんまに目の前で落ちたもん、ストーンって。はぁ、まあ、ガッツポーズ、心の中でガッツポーズしたけど、まあ、やめろや、やったと思ったけど。そうな、うん、よかったね、よかった。一人でも下にいた方がいいからな。伊豆さん、ちょっと今すぐ狙ったように、あの、はい、バナナか緑コーラ当てる方法だけ教えて、ちょっとこそっと僕に依頼するのが一番早いです。オッケー。おいおい、やめろ。最高や。確かに、確かにな。確かに仕事人だ。そうね。伊豆さん、察しがいいからな。こういうことしてると全部また俺のせいにされるんやろ。おお、ここあれや、真ん中ズーンでいけるとこや。これこれなんか飛び湯にのクイズで出てましたよね。ああ、そうそう、慎太郎に正解してほしいみたいな。ベルリンがどこの国の首都かっていう。そう、なるほどね。ちなみに僕は分かりませんでした。俺もこの、え、この門の名前みたいなの知ってます？皆さん一番最初。分かんない、全然。全然知らねえ。ああ、なんだ。え、それがクイズで出てたよね、確か。うん、あったあった。もう覚えてねえや。ベルリンの壁ってこと？壁は違います。壁ってことですか？壁ってことベルリンの壁にしたらすっかすかやな。どう見ても。だいぶ前。ってことは、穴どころじゃないけどね。